はい、どうも皆さんいらっしゃいませ。本日はですね、クラブリコの森子チーママとして、トークの方をさせていただこうと思います。早速ですけど、うちのママさんをご紹介させてください。リコのママ高木理香子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 AKA 牧陽子、ヨー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 、おはようございます。おはようございます。今日はね、ちょっとこの呉原の男たちの話を、うん、そうね、そう、ちょっとしていこうかなと。クラブリコで、クラブリコ渦巻いてるじゃん。もうね、大変もうどっちも来ちゃうからね。どっちも来ちゃうから、イラコもね、そう、みんな来ちゃうからさ。大変なの。大変なのよ、本当に。で、このちょっと大変な中でね、私たちのこのストレスを解消してお話ししようかと思ってるんですけど、うん、その前にちょっと今日新人のボーイが入ってくるんですよ、今日。はい。でね、その新人のボーイがあんまり呉原のこと知らないみたいなんで、あら、そうなんだ。今日教育しようかと思って。わ、はい、かりました。はい。ちょっとボーイさん、いらっしゃい。どうも、はじめまして、ボーイのジェントルです、新人です、よろしくお願いしますいらっしゃいませ。すいません、何もわからないので、ちょっとママとチーママに教えていただきたいなと思って、ね、今日は。その服がダメよ。ダメなんですか？ボーイじゃないわよ。だいたい黒着とけばいいのかなと思って来ちゃったんですけどおしゃれすぎるとやばいよね。そうだね、うん、パンチパーマかけないですねパンチパーマのボーイあんま見たことないけど、やっぱそういう、いや、その辺のことも含めて何もわからないので、うん、今日は本当にリカコママと森子チーママに、はい、いろんなこと教えていただきたいなと。ちょっと勉強させてください。教えますわよ、はい、あら、もうそんなあなたのためにチーママ、ね、準備がよろしい。そうですよこのね、この辺の呉原のことあなた分かってないと。何も分かってないんです。命殺落とされちゃうかもしれないから。それは嫌です。そうね、分かっといた方が、分かっといた方がいいなと思って、はい、ちょっとリコママと二人でね、この呉原の様子を、はい、現在、まあ、うちに来る、よく来る方、ね、こちらの、あ、ガミさんね、ガミ、うん、さん、うん、よく来る、刑事、やばいやつばっかじゃないですか。ガミ、うん、さんでも警察だからね、うん、警察やばそうですねガミさんこんな風貌だけど警察官、ね、はい、警察官のガミさん、うん、で、このガミさんがちょっとズブズブなのがこっちね、ズブズブに、小谷組の、そうだね、ここね、警察だけどズブズブなんですね。なんかよく一緒来るよね、うん、一緒来てるね、うん、ここら辺よく一緒、うん、この一ノ瀬さんとか一緒に来てますね、うん、一ノ瀬さんとこう神さんがよく来るんですよ、うちには。あ、ご一緒に来られるんだ。なんか相対する関係性なのかと思っていたら、そういうわけじゃないんですね。なんかね、なんか不思議よね、あそこ。まあね、まあ、うん、まあ映画をしっかり見てくれれば分かるもんね。そうだよね、映画見てくれれば分かる感じよ。じゃあこれから勉強しますねじゃあちょっといろいろここから、さらに僕からちょっとわからないということなので、いろいろ皆さんにちょっと伺わせていただいてよろしいでしょうかね。もちろん、はい、ありがとうございます。ではここからちょっといろいろ聞いていきたいと思います。はい、はい、というわけでですね、お二人から聞いたところ、呉原の街がすごくやばい、ぶっ飛んだ人ばっかり、そしてそのぶっ飛んだ人がやたらとこのクラブリコに来るということは分かったんですけれども。やばいよね。そうね、リコママがね、人気なのよ。いや、人気だろうな。まあみんないい人ではあるんだけどね、まあちょっといろいろ ね、こう対立している 、いろ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 ね、あるじゃんね。いろんな人間関係が生まれてるんだ。そうなの、ガミさんたちは優しいのよ、いい人たちは。いろいろめんどくさい、この辺のね、一緒になっちゃうとめんどくさい。そう、この辺イラコ会来た時めっちゃやばかったの、ね、ちょっと、焦ったね私怖ー焦った焦るよな、こんなの。まだお尻触られてたからイラコ会も、そうなんだ。そんなしょっちゅうだからもう、まあ大丈夫なんだけど堂々としてる、うん、そうよ、さすがママ。大丈夫なんですよ。じゃあちょっとね、僕ね、二人に聞きたいことあるんですよ、はい、ちょっと借りていいですか、パンフレット、はい、こんだけぶっ飛んでやばい人いっぱい来ますけど、うん、お二人が狙ってる人っていたりするんですか？たかし以外よ、たかし以外。え、たかしダメなの？たかしダメだよ、たかしダメだよ。たかしだって私ずっとまだたかしのことずっと好きだよ、だってたかしはダメよ、だってちょっとリカコママ急にテンション上がったじゃないですか。たかしすごい好きで、たかしの色なのよ。たかしのシーンとか自分出てなくてもちゃんと見ててたかし好きなんだよね。たかしね、たかし好きなんだけど、だってたかし好きなのみんな知ってるもんだって。じゃあちょっと女子会っぽく、あの、あるじゃないですか、こういう写真見ながら、うん、せーのっつってこう指さしてもらっていいですか、はいはいはい、お気に入りの人、うん、この人はかっこいいわっていう人とか、もうどんな理由でもいいですよ、うん、その理由も含めて聞きたいなっ って、うん、じゃあお二人ともせーので指さしてください、いきますよ、はい、せーの、ドーン。あ、どこ？野崎さん。はい、野崎さん、うん、
囲むら組の野崎さんが野崎さん、ね、はチーママ。チーママ。野崎さんはね。でリカ子ママが。ガミさん。ガミさん。いやガミさんね。じゃあちょっと まずチーママから理由となぜか聞いてもらって。野崎さんはね、はい、ド S なんですよ。ド S。すごいド S なの。もうひどいことばっかりするのよ。ね、この野崎さんが冒頭すごいもんね。冒頭すごい。ド S なのに。すごいことする。ここまでするっていうぐらいひどいことする。そんなにド S なんですか、うん、すごいド S。すごいド S で、なんかやっぱり、ほらこの前そうなって、イラコ会とか加古村さんが来た時に大谷さんたちわーってなって、うん、わーってこう喧嘩になる時になんかすごいオラーっていう一番そうだね。あのね、あのほんと困った、うん、あれあの時はあの暴れられた時ほんと困った。困った。あーお店がお店がどうしよう。お店があってなったよね、うん、だってもう椅子とか蹴るから、うん、やばいっすね。そうすごい乱暴者なんだけど、はい、なんか実はちょっとギャップあって。好きだったのね。そう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 、なんかちょっともしかしてこの人なんかあの女子にはっていうか、なんかちょっとベッドの上とかではなんかちょっと M に変わる系じゃないですか。知らないよ。そういうギャップを。そう、そういう、そこまで。そのギャップを私は勝手に妄想してるんだよ。店では暴れるけれども。そうよ、もう、そう。店では暴れるし、なんかもうそのヤクザ同士の構想ではすごいひどいことするけど、うん、なんかこう、なんか甘いキャラなんじゃないかしら、女性ってやっぱそういうなんかその見せてない顔とか男性の見せてない顔とか想像するもんなんですか。いいよね。あでもなんか割とそういうことも言ったりするよね、うん、そう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 、結構来るお客さんとかでもね、うん、あーなんかあのいう風にやってるけど二人きりになったら違う。そう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 いうこと、そういうこと、そういう話とかされたり想像されるとやっぱ恥ずかしいですね。なんか男ってやっぱりね。だ野崎さんこんなうわーおらーとか言ってるけど、うん、なんかこうちょっといじめてよみたいな感じになってくれたらいいなっていう妄想よ。じゃあママとチーママの話を聞いた後に作品見たらそのオープニングも違った角度で見れるかもしれませんね。すっごいド S だから、ね、野崎さんだけ暴れてるけどとか思いながら。虐待だよね。虐待ねぐらいの刺激性が強い男だ、でももしかしたら、うんまあ、チーママの予想では夜はもしかしたら、そうそうそう夜はもしかしたらもしかしたら、うん、想像ですけど、ね、虐待されたいんじゃないかっていう逆に。なるほど、ありがとうございます。じゃあ次、リカコママは。そう、ガミさんね。やっぱね、あのガミさんのね、うん、もうこのにじみ出てるフェロモン。確かに、にじみ出てるとはこのことを言いますよ ね、 もうやっぱリコはね、もうずっとね、うん、ずっといろんなお客さん見てるから、うんうんうん、もうそのね、かっこいいだけのお兄ちゃんとかね、そういう人たちはもうね、もう乳臭い、そういうね、青年はどうでもいいんですよ。乳臭い、あもうイケメンは乳臭いんだもん。初めて聞いたけど、人生で乳臭いっていう表現。私も初めて聞いた。30代ぐらいまで男は乳臭いから。乳臭いって初めて聞いたんだけど、うんもうね、だからもうガミさんぐらいこうね。なるほど。色気と、うん、あとなんかもうかん何寛容さみたいな。あそうね、ガミさん懐深いよね。うん、ガミさんこういう男にならなきゃいけないんだな、ね、いろいろ過去にあってこうガミさんにも助けられたりした時にね、うんうん、ちょっとこうガミさんにガシってこうね、うんはいはいはい、こう抱きしめられた時があったんだけど、うんうん、もうたまらなかった。リカコママでもちょっとリカコママちょっとリカコママたまらなかった。さすがのリカコママもたまらなくなるぐらいの色気がガミさんには。ちょっと若い頃だったけどね、グッてグッてね、グッ て、 ねグッてやられた。本当に表情ガラって変わったから急に思い出したね今。そう一瞬ながらたまらなかった、うん、完全に思い出してますね。何かをね、ちょっといろいろ話聞きましたけど、逆にですよ、はい、今ちょっとお気に入りだったり、うん、素敵な人のお話聞きたんですけど、うん、ちょっとこの人苦手だなとか、あるいはちょっと嫌いだなって、もうストレートに、もう来てほしくないお客さんはいるわよ。あのそれはいるよね、いるよね。お仕事だから来ちゃったら頑張るけど、うん、本当は来てほしくないなって、うん、ここだけの話で よ、はい、よかったらこれもせーのでちょっと指さしてもらっていいですか。いるいます、はい、せーの。そうね、もうここやっぱここダメね。ここはね、うん、もうねここ、うん、イラコ会系列に多いってことですね。だってもううちはやっぱりこうね、ガミさんとかね、踊り組をねちょっとねズブズブですから、うん、うちのズブズブだったから、はい、ねえ、ね、もう突然来るから突然来る。まずほんとびっくりしたやつも、まず突然来るから、うん、吉田さん突然来るし、うん、でもうね、挙句ね、入り浸ってくれちゃって、もう本当にうちの子たちもいっぱいね、そう被害あって、そう本当に変態なのよ、回されてた
うん、あのカットされてたけどひどかったわよ。そうなの、アルコンなんかね。あら、そうなの、なんだっけ、何ちゃんって言ったか忘れちゃったけど、うんうん、足すごい180度ぐらい上げられてあらら、そういう回されてる、回転させられてるってこと。もうね、すごいことされてたからそんなことするんですか。吉田ひどいわね。本当ちょっと、ちょっと本当に我に返って、ちょっと大丈夫ですか、本当にちょっと言っちゃったぐらい。ちーママは誰指差しました？私はあのイラコのじいさんです、はい、なぜですか？イラコはやばいよ、来ると本当にやばいのよ。もうやばそうですもんね、この時来たら、ね、こういう時来たらお客さんみんな帰ろうって思うでしょうね、うん、歩くハッシュタグミートゥーよ、今流行りの。確かにそうだ、ね、やばいよね。そうだね、やばい、今の時代だったらもうアウト、ね、アウト、うん、アウトの、アウトのおじいさん。そうね、なるほど、そうなんですよ。いや、なんか本当に言う言葉言う言葉全部セクハラだから。あら、やばいよね、あれね、すごい、すごかったね、うん、もうセクハラどころじゃなかったかもしれない。そう、すごかったね、イラコ。ただもう怖いからね、言っても、ね、リカ、リカ、リカだっけ、私、うん、リカ、リカよ、あんたリカよ、リカ、あんたリカよ、リカ子ママですよ。もうずっとやってるけど、やっぱりね、もうイラコ来ちゃうとビクってしちゃう。あ、さすがのママでも、うん、それはね。最後に僕ママに一個聞きたいことあって、はい、なんか風の噂で耳にしたんですけど、うん、なんだか特殊な占いができると伺っておりまして。あれ、あれか、あれ、ちょっと待って待って待って、あれを何、あれ占いよ、あれ何、あの、あれするの。いや、あの、僕はね、あなたに、僕も、いや、違う違う、僕も、まあまあ、あの、僕もですね、あの、まだ僕先ほどあのまだ見てないので、いろいろわからないので、うん、特殊な占いができるとしか聞いていなくて、多分この動画をご覧の皆さんでも僕と同じような立場でまだ何も分かっていない人がいるので、見てからのお楽しみで僕もいいかなと思うんですけれども、何の占いか分かんないですが、その占いによってこの人いい、いいねっていう人だけ最後聞きたいなと思って。いけますか、はい、じゃあいきますよ、せーの、お、ガミさん、お、やっぱり、やっぱり大吉、これはあれは、まあ、思ってた通りっていう感じ。なるほど、そうよ、うん、そうよ、いい、いい、うん、あの動画をご覧の皆さんは楽しみにしていてください。何の占いでガミさんがいい、うん、しかも言う前にリカコマナがママがあれはねってなっていう、これが俺は分かんないんで。そうですよ、俺もこれ分かってないんで。あれ、うんうんうん、あのこの話はフィクションですからね。はい、もちろんリカコママでございます。そう、ガミさんだから、ガミさんのこと言ってます。ガミさんの話だから、リカコママはガミさんのその占い結果がいいんじゃないかと。そう、よかった、いいはず、はい、絶対いいはず。なるほど、皆さんその良いはず、占い結果ぜひお楽しみにしててください。はい、はい、というわけでいろいろねお話伺って、もっと伺いたいことあるんですけれども、だいぶあの僕、ね、新人ボーイですけど、はい、呉原という町のことだったり、このクラブリコに来る、はい、こんなぶっ飛んだ人たちの関係性とか魅力、はい、個性が分かってきた感じがします。ありがとうございます。あの今この動画をご覧になってる皆さんも僕と一緒の気持ちだと思うんですけど、うん、話聞けば聞くほどですね、はい、まさにこの、はい、心の血見たくなってきたので、今日最後に実は皆さんのために予告編を改めてご用意させていただいておりますので、はい、最後はそちらの方でお別れしたいと思うんですけれども、そうですね、予告編を見る前に、はい、ママとチーママから、はい、こちらの動画ご覧になっている皆さんだったり、はい、これから映画ご覧になる皆様にぜひメッセージだったり、はい、何かあれば一言いただきたいんですけれども。そうですね、なんか本当にもうこういう映画が今の時代にできるっていうのがすごく嬉しいですね。やっぱり白石監督は素晴らしいですね。もうこういう映画を作ってしまうっていうね、うん、ところが、うんうん、でもやっぱりもうね嬉しいんですよ、役者はもうこういう映画はもうね、うん、うん、なんでもう本当にね、もうガミさんも言ってたけど、うん、やっぱりこう昔の映画黄金時代みたいに、うん、こうこの映画コロの血を見て、うん、ぜひ今のね、うん、こう若い男の子たちとかも、うん、こう見て映画館帰っていくときにこう肩で風を切って帰っていくみたいな、うんうん、そんなね日がね、うん、
またこれをきっかけに訪れてくれればいいなと、うん、もうリカ子はもうそれを切に願ってるんです本当に、はい、リカ子さんはそういう男好きですからね。大好きだから、うん、本当にね、はい、血に飢えた男みたいな人が好きだから、ね、うそういうの大好きだから、ね、リカ子さんはやっぱりかっこいいのはこういう男の人たちなんですよ、うん、そうよ、うん、女性が楽しめるよねきっとね。そうだね、女性は楽しめると思う、うん、でも男性ももちろん楽しめるし、男性は本当にもうちゃんともっとかっこよくなって帰ってほしい、うん、かっこよくなれる映画なれる、うん、カップルでちょっと見てほしいな、うん、ちょっとね、うん、そうさなんかちょっと男の子にフェロモンを感じてほしい、そうだね、うん、なるほど、強い強い男、今の時代にいない強いかっこいい男みたいな、うん、で男の子ね彼氏の方も帰り上、うん、ジャケーみたいな広島の言葉になるぐらいの なっちゃうもん、私見た後ずっとなっちゃってたよ、うん、それぐらい映画から影響を受けるぐらいこう力強い作品ってことですね。そうです、ね、ぜひ皆さん、はい、今の素敵な、ね、メッセージも聞いてさらに見たくなった方たくさんいらっしゃると思うんで、ときめいてください。一度見た方もまだ見てない方ももう一度劇場に行って、このお二人の話聞いたからこそ楽しめるシーンいっぱいありそうだなって今思ったので、そうなんですよ、すごいですよ、ね、妄想しながら見てもらいたい。そうですね、この人ってとか言うね、はい、なぜ私が吉田をもうこれぐらい毛嫌いしてるんですか。そうそうそう、分かる分かる、そんなに分かりますか本当に。いやそう、吉田さんのことを大嫌いになった気持ちすごい見れば分かってくれるし、僕もとても気になっておりますので。でしょ、はい、でイラコさん あのハッシュタグミっていうもう多分すごい出てすごい分かる、すごい分かると思う、ちょっと笑っちゃうぐらい分かると思う。あ、ここか、あ、ここかっていう大変だったな、もうリカコママ大変だったなって思うと思う、ね、なるほど、はい、じゃあぜひそちらの方を楽しみに見ていただきたいので、最後は予告編でお別れしたいと思います。では僕も働き出しましたので、ぜひ皆さんクラブリコにお越しください。待ってます。さよなら。極道法律で押さえつけたところで何も変わりはせない。奴らを生かさず殺さず飼い殺しにしておくのがわしらの仕事じゃねえか。一ミクロンでもシャブが出てみ、十年は腐れ仕組んだろ。オオカミさん、そないですよ。マジでうまいこと抜かしとんじゃうわ。悪いが、このミスはうちの島じゃ。過去村を壊滅に追い込むんだ。やだ、それは何かよ、ざけんのこら。あんた、クルーチョル。おう、クルーチョル。警察じゃけ、何をしてもええんじゃ。極道は顔で飯食うとるんだ。わしら行くけの。それだけはやめんな。邪魔したら我も食うぞ。どっちかが壊れるまで戦争しちゃろうじゃないの。死ね。じゃあ聞くよの、正義だなんじゃ。孤狼の地、5月12日。